この前、アジア最終予選を突破したということで、今回は、インターナショナルカップ、ワールドカップやっていきたいと思います。じゃあやっていこう。サッカー、野球日本代表でワールドカップを優勝する。そしてじゃあスーパースターで、試合時間は10分にしようか。ワールドカップだし。で、うちが使うチームはもちろん日本代表。小林誠司、藤浪晋太郎、ダルビッシュ、田中将大、T 岡田、秋山翔吾、前田健太、鈴木誠也、山田哲人、坂本勇人、大谷翔平、山本由伸、外崎修太、周東佑京、吉田正尚。このメンバーでやりたいと思います。じゃあグループステージの組み合わせはどうしようかなと思ったんだけど、こうランダムでいいんだけど、ランダムにするとあんまり結構強いところが少ないなっていう見た感じになってるんで、2018年のワールドカップと同じ組み合わせにしてきますわ。よーし、追加してきました。日本は、グループ、あ、日本がいない。ちょっと待って、日本がいない。なんで俺クロアチア操作になってんの？どういうこと？どういうこと？クロアチアを日本に変えたらいいのか。だよね。よかった。で、ここにクロアチアを入れればいいのか。よし、クロアチア入れました。グループで合ってるよね。アイルランド、アルゼンチン、アイスランド、クロアチア、ナイジェリア。OK。グループ H は、ポーランド、セネガル、コロンビア、日本と。どこが一番強いのかわからん。ポーランドが一番強いのかな？もしかして。コロンビアかな？わからんけど、日本は多分一番下です。頑張りましょう。ちょっとね、フォーメーションを変えてみました。マエケンと秋山のところを、ディフェンシブミッドフィルダーだったのをセンターミッドフィルダーに変えました。果たしてこれが意味があるのかどうかは分かりません。それでは初戦、コロンビア戦行ってまいります。最高峰と称されるナショナルチーム同士の世界ドー最ムか、先これは。違うか、半ドームか。うわ、すげえ。なんだこの洞窟みたいなグラウンドは。グラウンドじゃないか、ここは。すごいね。ハイテクスタジアム、4面ビジョンがすごい。国家じゃない、国旗がすげえ。コロンビアってどこ？南米か。ちゃんと国歌歌ってるね、肩組んで。うちも日本の国歌あるのか？国旗は。ダルビッシュちょっと似てるよな。俺のやっぱ最高傑作がダルビッシュかもしれない、これ。ダルビッシュ、坂本、小林もちょっと似てない？坂本もなんかわかるよな。鼻が特徴あるよな。みんなやっぱガタいいよな。だってこれ、鈴木誠也とかちっちゃく見えるけど180あるからね。100キロぐらい、あれ、180、90何キロとかあるからね。細く見えるけど。小林がちょっとちっちゃいのか。小林170何歩か。コロンビアはちゃんと距離空けてるね、一人一人の。肩組んでないんだ。で、胸のところに手を合わせて国歌を歌う。そういうシステムか。これ国によって違ったりするのかな。で、ガチでこういう歌い方するのかな、コロンビアの人って。国歌、サッカー日本代表ってコロンビアの。コロンビアよりうちの方がでかいんじゃないの、身長。平均身長勝ってんじゃないか。向こう、これ背番号6番、これ何番だ。ちっちゃくないか、これ身長。162ぐらいしかないんか。そこまで言ったらうちの方がでかいなと。いや、でも向こう結構でかいな、意外と。こう並んでみると。まずいぞ。おお、背番号10番、ハメス・ロドリゲス。聞いたことある名前は。向こうも4231か。うちと一緒のフォーメーションか。これ4面ビジョンって上にあるやつかな。うちのフォーメーションはいつも通りです。てか、やっぱうち人少ねえよな、こう他のチーム比べると。圧倒的に選手が足りてない。そうですね。この場合トップに求められることはポストプレーができるストライカーですよね。はい、このシステムの柱と頼むぞ。頼むぞ。ウィングバック。なんだウィングバックで、知らない単語使わないでくれ。よし。相手なんかパスをね、やっぱワンタッチで繋いでくる。結構そういう感じですぐパスを繋いでくる。よし、ロングボールはいいぞ。ロングボール出してくる。ガンガンヘディングは負けない。こういう大雑把でね、サッカーをしてくれたらいいんだけどね、細かいサッカーされるとちょっときついんだよな、パス回されると。坂本、まあさん、もううちの得意技はこれ。
鈴木、これがうちの得技、いけ、ここ来ましたよ、切り込んでいく、いやーなんだそのオーバーヘッドは。コロンビア、ここはクリアでピンチを出します。坂本、いやファール、ファール、ファール、え、ファールじゃないの今の、今のはファール、こういうパスを回さないでほしいんだよな、ショートパス、それされると辛い。よし当たった。いやあ危ねえ。やばい、まずい。パス回されたらまずい。よしナイスカット。これで攻める。カウンター。ショートカウンター。これはショートカウンターなのかロングカウンターなのか。ロングカウンターとショートカウンターの違いは分からんけど、これはカウンター。一回大谷に渡してマー君。秋山だった。秋山。秋山。メジャーおめでとう。秋山。ああ。アリアス、なんだアリアスって、ジョージアリアスか、元阪神のジョージアリアス、元阪神、元オリックス、ジョージアリアス。お、なんか分からんけどキヤーン、決まらない、惜しい、大谷翔平よく分からんパッケルをあのところにパスしてくれた、いいパスだったね。これ手上げてるやつにパスしちゃう、手上げてるやつにパスするのがいいのかな、手上げてたらどういう意味があるのこれ。おお、3人トライアングルみたいになってたの。ちょっとロングボール入れてくんね、向こう。もっと大雑把なサッカーしてくれ。ちょっとパスで細かく回すのやめてくれ。取れねえ、ボールを。このパス対策どうしたらいいの？守備なんもできないんだけど。パスコースを消すんか。無理じゃないこれ。取れないんだけど。よし、こういうことをね、やってく、こういうバカなことをやってくれたらいいんだよ。で、こう一回大谷にこう預ける。そして大谷が持つ、そして取られる、そういうこともあります。うちの得点パターン決めた。でそれだったら大谷点取れないんだけど、あいつセンターフォワードなのに、 点取り屋じゃないセンターフォワードなんているんか、点が取れないフォワードなんてゴミじゃないのか、点が取れないフォワードも価値がある時代になってきたのか、今の時代、今の現代サッカー、よく言う現代サッカーというものはフォワードが点が取らなくていいのか、他の奴らが点取るのが現代サッカーなのか、よく言うじゃん、現代サッカーではって、松木さんが。うお、ラッキー。ああ、モニカ、いい名前だ。審判邪魔。審判邪魔だ。チャンス。裏へのスルーパス。いいとこありますよ。一旦前を取る、取れ、よし出た、出た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 、上げる中央へ、あ出た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 、マイボー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 ってめっちゃ言いにくくね、サッカー部すげえな、サッカー部滑舌いいな、みんな俺マイボーって言えないんだけど、マイボーマイボーマイボー、よしここ坂本勇人の、どうする、あーシュートは打てない、一回後ろ戻して、あー再一回ちょっと戻そう、藤波慎太郎、コロナミ慎太郎、前剣、T 岡田、坂本勇人、坂本、鈴木誠也、で、ここで、マー君走れよ、遅いわ。坂本、え、何？これはファールらしい。よかった、危ね。怒られたのかと思った。これはシュート狙ってもいいのか？パスだな、これは。いけ、上げてくる、どうだ、いやクロスむずいな、昔のウィーレって丸押すだけで簡単に真ん中にクロスぶち込んでくれたんだけど、これできないよな、ちょパス回すのやめてくれない、ドリブルでこい、よしドリブルなら取れる、よーし大谷翔平、大谷翔平はキープ力があるから、体がでかいから、こいつ体がチェックを受けながらのドリブル、よし最低、よし、いや大谷翔平とかいうパサーな、こいつフォワードだけど実はパサーだったかもしれない、なんだこいつ、体がこいつ体が強すぎる、さすが190cm、さすがメジャーでかく、メジャーで活躍できる体格を持ってる男、いやーいいね、こういう点の取り方がいいのか、だってみんなめっちゃ前に走っていったもんね、坂本とか鈴木誠也とか、分かった俺サッカー分かったぞ、こうやってやるんだ。俺大谷にずっと点を取らそうとしたんだけどね、それじゃダメみたい。
君じゃなきゃダメなんだ、君じゃなきゃダメみたい。大谷じゃ点取れないらしい。俺は本当は大谷に点を取らせたいんだよ。走れテッド。あー取れる、あー取れんか。秋山翔吾、あパス、あーよし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 、ナイス。走れ鈴木誠也、走あー前半終了。まあ前半ね、いいね前半、いい前半でした。支配率はほぼ一緒か。相手にシュートは1本も打たしてない。まだ1本差ではありますけど、しっかり守れてましたから、内容としては良かったですよね。あとは今こけなかった誰か。もう1点という確実なサッカーをしていくのも、確実なサッカー。もうあれだよ、もう攻める意味ないよな。もうちょっとじっくり行こうぜ。もうあとボール回しよう。あと90分、あと45分ずっとこうやってボール回しするから。それが日本のサッカーです。俺ってワールドカップで見たもん、日本がこれやってたの。ずっとこうやってたもん、こうやって時間稼いでた。あいつら、俺もやる。それが日本の魂だ。受け継がれしサッカー、この力ってやつか。これが本田が言ってた。本田がこの力がアーダコード、なんかこの力が必要とか言ってたけど、そういうことですか。あー今のファールじゃない。だって今のあいつが蹴ってなかったら俺決めれたよゴール。なんで大谷は手を叩いてるんだ。いや今の絶対決めれたって。大谷完全に邪魔された。長いボールを送ります。完全に邪魔されたんだが、大谷そんな走んなくていいよ。ボールかけてお前スタミナなくなるぞ。バリオス取っ、あー取れんか。よしよしよし、バカなことやってくれた。ラッキー。鈴木誠也はスタミナなくなってもいい。なぜならシュートがいるから。代わりにここで大谷に一回入れて、あ相手も対策してきた。コンピューターも賢いな。たかが AI、 サレド AI 学習しているこいつらは。俺が大谷に渡すことを。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。このワンタッチパスやめてくんね。取れない、よし。あただ安心という大事な場面ですからね。また中央へマテウス・ウリベ。何それ。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、敵が良かったってこと。今のは内が良かったのか。あーパスが。マテウス・ウリベ、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、日本としてはよし、いいぞ時間稼げ時間。シュートがないんじゃないでしょうかね。残り時間の使い方ですよね。うわいや、まずい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 。とーナイスーキーパー。ちょ変えようか選手。あでも体力大谷がないのか。誰かセンターフォワードできないの。誰もできないんですけど、鈴木誠也できないかな。ここセカンドトップ、これゼロトップってできないの。ゼロトップよし、超変則フォーメーション組んでみよう。シュートをここにやって、で坂本をここで、で鈴木誠也をここで、超変則フォーメーションでやってみたいと思います。果たしてこのフォーメーションは生きるのか。大谷がちょっとスタミナないからね、こういうフォーメーション試してみます。大谷がいない時の場合。吉田正尚でもいいんだけどね。正直吉田正尚よりシュートの方が強いんだよな。シュート足クソ速いからね。足だけはめちゃくちゃ速い。それが能力はそこまで高くないんだけど、一人でも走り回ってもらうしかないでしょあいつは。シュートはまずい。あぶね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 、見えなかった今の選手。日本がシュートを、よし走れ、足は速いぞ。いやだがもうこいつはパスしかできない。シュートできるのかな。あいつシュートやらすか。走ることしかできない。奪い返します。田中、ファール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 。ここでファールをもらいます。そっち、さあ残り15分、残り15分、よし守るぞ。バリオス、シュート走れ回れ。もうシュートは全てにおいて走れ。
ナイス。味方を探す。狙った。シュート。いやー。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。取れ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 。よし、なんかわからん。ウサインボルト。ウサインボル、ウサインボルト。こいつはウサインボルトだったのか。さ、俺シュートの音声、そういえばウサインボルトにした。シュートってなかったのか。いや、これ守備やばいよ。大丈夫。そしてうちはもうシュートに任せると、攻撃は、まあ、攻撃シュート一人でいいわ正直。どう戦えばいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形で、その都度いやーまずいねこれ、このディフェンス。足、足が、足が、うわー、体強くね。ナイス。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャー、ね、シュートに渡せねえか。今じっくり行けばよかったな。焦る必要ないんだ、俺は勝ってるんだから。お、ファウルか。頼むぜ、決められないよ。もったいなかったですね。打つ。おお、ラッキー。よし、あと時間稼ごう。よし、時間稼ぐぞ。よーし、小林、いいぞ、時間稼げ、時間稼げ。よし、ナイス、いい小林。よーし、いい。コロンビアに勝てたぞ。初戦 1-0 で。いいね、この戦い方。大谷に、大谷がボールキープしてパス出して点取るっていう。得点のシーン見ようぜ、得点シーン。この秋山のシュートも良かったよね。この勝利は大きいですね。これもね、なかなかプリーグは期間が短い。いいね。やはり初戦を勝つか負けるかっていうのは大事なポイントになりますよね。そうですね。ありがとうございます。大事な大事な初戦。そして鈴木誠也のゴール、大谷がここでキープ、ボールを持って走ったところに、おい、ドーンと。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたします。日本が今は1位か。ポーランドとセネガルは引き分けって感じね。じゃあ次、日本対セネガルやっていきたいと思います。じゃあ行こうか。セネガルで強いのかな。グループ内で上位2チームとなっています。よし、行こうぜ。マエケン、秋山、マー君。あー、これなんか火が見にくいな、この影が。影があったり影がなかったり見にくいですね。いや、見にくいわマジで。てかセネガルと コロンビアのユニフォーム似てない。セネガルってどこ。あー、すごい、いいパスだが、うちには。あー、何それ、見にくいね。走れマーさん、走れ。坂本を一回、坂本渡して渡して渡して、ワンタッチ、大谷。いや、大谷の誰か前に走ってくんねえと。ここでシュート打ってもいいね、一発。さあ、左へ預けて。どうしようこれ、ちょっとどうしよう、ちょっと持て余してるね今。前だ。ああ、取られちゃった。シュートで終わらないといけないんだった。まずい、まずい。ああ、ごめん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 。早く蹴って、早く蹴って。いやー、これまずいね。どうする、これジャンプ、どこでジャンプするの。壁の時、三角かな、三角。お、危ねえ。それは拾いたい、俺も拾いたい。真ん中を開けちゃいけないのか。真ん中ガードしていこう。横は取られても最悪。大谷で、大谷に一回こう、大谷に持たして、持たして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 、持たして取られると。ロングボールはうちの得意ボール。なんで相手、うちがロングボール得意なのにね、放り込んでくるんだろうね。いや、これ影ちょっと見にくいわ。右やめよう、左から攻めよう。
見にくい影が、あーでも左も影と日向があるね。見にくいなマジでこのグラウンド。見にくいのも相手も同じだと思ったけど、相手は AI だからそんなこと関係ない。でも AI がそこまで再現してるかもしれない、人間の目を。大谷一回渡せない。ちょ、これバレてるかもしれない、うちの作戦が。うちの作戦がもしかして情報が漏洩してるだと。坂本、あー秋山一回さかー、カウンターを仕掛けます。自分で行く。いや、チャンス、サイドを使う、走れテッド、追いつけ、追いついた。いやー出て出ない。いいチャンス、いいチャンス。いやシュートチャンスあるよ。おい、まずいねこれは。でもよう分からんけどチャンス。いや、ファール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 。いや、今の、おい、どういう、今3人ぐらい一気にスライディングしなかった。わーし、殺す、潰す。おい、なんで取れないの今の。ダルビッシュそこまで上がるな。お前は、お前はフォワードじゃない、おトゥーリオか。お前はまずい、まずい、まずい。PK はおー、よし。あー、じゃ藤波晋太郎、いや、ダメろ、ソーシャルディスタンス。うわ、なんじゃそのボール、内野フライみたいな、ポップフライ打ちやがった。あいつミスったのかな。走れテッド、山田取られますでしょうね。ドライブルはもう基本的にむずいな、俺にそこまでの技術はないけど。マイケンがナイスカット、テッド行く、もう一回ドリブルチャンス、やめよう。いいよ、パス回し、このパス回し、そこじゃないんだよな。まあいいや。前半は0対0で終わる。あー、セネガルの方が強くねえか、コロンビアより。なかなか攻めさせてくれなかったね。よし、チャンス、インターセプトからの大谷。非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。スルパス、あー、スルパス、今の違うかって、後ろからドーン、ヘディング強い、大谷、どうする、シュート、いやー、弾丸シュートが、うぃ、カウンターを仕掛けていきます、ヘディング強いよ、あ、パス、サッカー、足元は弱いと、よし、取った、体が、あー、体は強いぞ。えい、ちゃんとこういうテクニカル。あー、パス回しは下手くそと。裏を狙っていきます。来たか。単純な走りなら負けない。よし、今時間稼いだ、時間稼いだ、時間稼いだ。いいぞ、藤波。藤波のスライディングで時間稼いで全員帰ってきた。サイドを使います。また中央へ。中央はまずい。それは、ねえ、いい、いいねえ、君。ジョゼ・ドゥスト・ブラジ。いいねえ。同じ顔じゃん。3兄弟かな。あ、4兄弟だった。全員同じ顔じゃん、相手。そんなボブ集団に負けていいのか、こっちは。いや、あのプレーは良かったですね。走れ、大谷。ああ、そんな雑いサッカーをしちゃいけない。シュートはまだだな。先制しています。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、そう、そこを狙っていこう。気を緩んでいるところを狙い、そうですね、うわっとしたボール。違う、そこじゃ、そこに出してほしかったんじゃないけど、まあしょうがねえ。意思の疎通ができないのがサッカーだ。それがサッカーの難しさであるって松木さんが言ってた。もう一つ前に行きたい。大谷、うわ、何今の、
日本ここでファールをもらいます。あ、ファールもらったんだ。この辺で押さえとかないと危険ですよ。ラッキー。レフリーの注意が入ります。おー、いいね。あ、やべ、どうしたらいいんだ。これどうしたらいいの。これどう、上ほ、下押したらドライブなのか、これ。直接、あ、全然ダメだ。右サイドへ振って、あ、追いつく、追いついた。あ、いい展開ですね。ボールはクリア。ちょっと一回後ろ預けて、一回後ろ預けて、どうしよう、攻めれるね。ちょ、相手守り硬すぎないか。ちょっと俺もなんかこう、ま、真ん中に入れたいんだけど、これは早めに1点決めていかないともったいないですよね。クロスを上げる、いやーい、入れ、あー、なかなか入んねえな。ちょっと変えよう。うん、テッドが調子悪いのか。じゃあここにシュートを入れて、坂本はあんまり調子良くない。外崎、吉田が絶好調。吉田入れて、じゃあ外崎入れるか。控え組が調子いいね。ここの3枚を変えようか。じゃあ大谷も調子いいし。いや、それ取られる。すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極鈴木誠也走りたいですね。よし、ロングボールは大丈夫、取れる、いいぞ。パスが来ると思うので、そこを決め切れるかがポイントですよね。ピンチ、ナイスカット。ちょ、外出して、外。ああ、なに、俺それ野球部としてそれやっちゃいけないだろ。ボール投げるのミスったら、蹴るのミス、蹴るミスは俺怒らないよ。投げるミスはいけません。ちょっとこのチャンス、このチャンス絶対の、このチャンスもう時間かける。いや、もう何してんの。ちょ、ファールじゃないそれ。ああ、 1-0 か、負けちゃった。これどうなんの、まだ大丈夫だよね。次の試合どうするかってことか。試合率は打ちかかったんだけどね。まさかのあの1点に泣けましたね。うちが最後ポーランドだから、ポーランドが引き分けたらいいのか。いや、引き分けてコロンビアが勝った場合ややこしくなるぞ。コロンビアが勝った場合非常にややこしくなりますね、これ。セネガル、コロンビアとどこがいいんだろう。コロンビアとセネガルかな。いや、うちがポーランド出るってことはコロンビア、セネガルでしょ。うちが引き分けてコロンビアが勝ったら、1対0で勝ったら得失点差が 0-0 になるから、あ、わかんねえ。とりあえず勝っちゃいいのか。引き分けだとまずい可能性、負ける可能性があるってことね。じゃあ終わりましょう。